女性が活躍できる職場づくりに取り組む企業に与えられる認定マーク、エル星に小城市の建設会社が認定されました。エル星認定は女性活躍推進法に基づく制度で、女性が働きやすい職場づくりに取り組む企業に与えられるものです。小城市の岡本建設は、国が定める採用や継続就業など5項目をすべて満たし、三つ星に認定されました。社員72人のうち女性が9人で、そのうち出産を経験し職場復帰した技術職が2人、ダンプカーの運転手が2人いるなど、女性が活躍しています。また現場には女性専用の更衣室やトイレを設けるほか、残業時間の減少を実現しました。女性だけでなく、あらゆる世代が活躍できる取り組みをしていることなどが評価されました。建設業は男の職場だと思いがちなんですけど、やっぱり女性が来ることによって、まあ、いろんな面で視点が違ってくるし、プラスになっております。でますます女性活躍、推進させたいと思っております。はい、厚生労働省によりますと、全国でエル星に認定されている企業は9月末時点で1900社を超え、県内では岡本建設で8社目だということです。